夜寄りの夜でショールームを始めたいと思いました。さっきね、30分前かな、正確に31分前だけどに、あのね、あれ、元カレですのね、MV がね、MV とダンスバージョンが配信になったと思うんですけど、皆さんはもう見ましたか？ちな、私は見ました。どうですか、見ました？2つ出てて、ダンスバージョン と、普通の MV と。2つ出てるんですけど、ね、かっこよかったですよね。ダンスグループですね。それな、最高の元カンデンです。ドゥルルルルルル、バナナバナナバナナ、なになに、バナナバナナバナナ。だからだからだからやけどな、本当はな、私が勝手にバナナって言っただけやけど。そんなもんでいた、ダダ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 、うーうーうー、なんとかじゃない、ダダ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 ダ、ドゥルルルルル、バナナバナナバナナ、だからだからだからやけどな、なになに、バナナバナナバナナ、だからだからだからやけどな。なにバナナ、スーパーのバナナ、やばい、そっちとつながってしまった、こっちと繋がってほしかったんやけど、バナカマリ、おいおうおう、かっこいいよね、定点。やっぱさ、うちさ、定点大好きなんだよね、ダンスの。かっこよくない？だからだからだから。だからだからだから。カノンが多いよね、この曲。かっこわすぎじゃん、ドゥンドゥン、なになに、だからだからだから、ドゥン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 、ほら来ました、キックキック、タン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 、バタンカマリ、やっぱさ、この MV 用の衣装だけあってやっぱ白いやん、全身。このやっぱ光とすごくさ合ってるよね、白が目立つ、いい感じに。
画質が悪くなった。ちょっとやめていただいて、画質高画質、高画質設定にしてんのになんで高画質悪くなるのよ画質悪い。詳細設定にしたら選ぶやつ自分で。あ、間違えた、ちょっと待って。この光のリボン綺麗だね。本当に光ってんのかなこれ。またかまり。おお、かっこよい、かっこよい。あ、すごーい。ちなこれ見てたの、ダンスバージョン。ちなはこれダンスバージョン。それで MV バージョンも皆さん見ましたか？私は見ましたよ。なんかキラキラのとこでこんな感じでやってました。もう振り入った。いや習ってもない。振り入った。いや習ってもない、ごめんごめんやけど習ってもないわ。これはね、何が難しそうかなってさ思ったのは、見せ方がとっても難しそうって思った。これなんか見せ方ミスったらさ絶対ダサいよこれ。ダンス、あれなんかそつながらないけど、お姉のつながっとるよ。姉の聞こえんこの歌。おお、取られたんだけど聞こえる、聞こえるやろお姉ちゃんのちょっとえ、しかもさっきのジョーって聞こえたこっち上げてもさ聞こえるしさ、へっと思って。設定から変えないよ自分で。なんでねめっちゃ画質悪いんだけど、ありえない。ほんといい画質悪い、やば。モザイクなんだけど、みんなの顔が、みんなの可愛い顔がモザイクなんだけど、ありえない。かまり、あ、いけた。こっちからなんだ。すごいね、ネオン管がめっちゃ綺麗。やっぱみんな若干白い衣装でも違うんやな。私はこの下尾の超ロンゲロンゲポニーテールが好き。やっぱポニーテール大好き仰天ゆりなさんからするとやっぱポニーテールいいっすね。でもこれ難しいね、誰が歌ってるのか分からん誰がどういう歌割りなんか、歌割り表を見るとちょっと分からん。みんな分かりますか、誰が歌ってるのか。もう分かんなくない。なんかさ、今までの AKB ってさ歌ってますっていうのがさ結構こう分かりやすかったじゃないですか。でもネモハモもそうなんですけど、あ、ちょっと誰が歌ってるのかちょっと難しい、分かりにくいかも。歌はわりないとちょっと、分かる人は分かるんですけど分からない人は分からない。
みんなポンポン出てる。えなちゃんちょっとポンポン NG やからな。こんなに細くないからウエスト。すごい、2人の家庭崩壊過去関係、過去関係って言ってんねんや。難しい。君が俺以外とそれになりすぎ、そんなこと言ってんねんや。口回らなさそう。You free now、 まだ噛んでんだそう。来たよ。なになに、だからだからだから、すごい、だからだから、なになに、だからだからなー言うてる。そう、えーい、かっこよー、かっこよいよい、よきよき、かっこよきよき。かっこよきよきでしたね、皆さん。よきよき、かっこよきよき、よきよき。あ、みんなあれも見た、ジャキシャ。みんなジャキシャも見ましたか。ジャキシャ見ました、みんな。かっこよかったですね、なんかモノクロって感じで。かっこいい、まあ、でも私元カレも結構かっこいい感じですからね。かっこいい感じのジャキシャで、みんな違う、ちょっと前髪上げちゃったりしちゃって、すごい大人っぽい感じでしたね。確かに若干ちょっとジワルデイズに、うん、まあ確かにね、それはさ、そうか、ジワルデイズモノクロでしたから。でもかっちょよかったですね、みんな。よきよき。ああ、今日の髪型よきですか、嬉しい。いつもパッツンなんですけどね、今日前髪ちょっと分かれてるんですよ。昔はよくこの髪型だったんですけどね、最近分けてなくて、最近ずっとパッツンなんですけど、今日分けてみました。でも今まではこっち分けですね、こうだったんですけど、ちょっといつもと絶対分けない方を分けてみました。今日はこんな感じです。いえ、そう、今まででもアイドル前髪してた時代もなんかこっち分けはねしないんですけど、いつもね逆分け、こっちこう分けが多かったんですけど、そう、えなちゃんのペンライトとアクスタ注文したよだって。おー、嬉しい。なんかさ、あれさ、自分のビジュアル見たいよね。なんかどんなビジュアルなんだろうね、いつもすごいさ思うんだけど、漏れ、なんか基本ねあんまりねアクスタのビジュアルね漏れたことがちょっとなくて、今回さアクスタめっちゃでかいじゃん。それでさビジュアルがちょっとどうなのかすごく心配。どんな感じなんだろうね。みんなもさ頼んでみてさ、届いてみてじゃない、美術格できるのだよね。ある種の賭けですな。ね、どこに行こうなんて、テレビの横とか。いいんじゃない、テレビの横とか、どうよ。後から見れるのかなだって。いやどうなんだろう、このもち運びは厳しいなって。まあね、でかいからね。うちわとともにじゃない、もうなんなら。うちわとともにでどう、30センチぐらいって、うちわも30センチぐらいじゃない。うん、
玄関にいいサイズ、え、マジで玄関に置くの、配達に来た人びっくりしない、え、誰みたいな誰みたいな、ならない、あ、アイドル好きなんだこの人ってなるよ。あ、別にそんなの気にしてない系、気にしてない系だったら全然いいと思う。でも気にしてる系だったらやっぱちょっと玄関をねってなるじゃない。そうそうそう、気にしてない系だったら全然いいと思うけど、気づいてもらったら仲良くなれそうって仲良くなるの？いいと思うよ。まあでも確かに配達来る人って大体一緒だったりするもんね。いつもの人ってあるよね。いつものおじさんってね。舞台見に行けないのだよって、えー、舞台見に来れないの、うわー絶対 見に来た方がいいのに、私の演技、マジ絶対来た方が良かったと思うよ別に来れないのは仕方ないけど、ぜひ見てほしかったな。ライブもあるしね、瀬戸りが日によってちょっと違うんだけどね。え、ウケるんだけど、友達が黒猫で働いたわけ、たまに道端で渡されるってす強いね。サインいらんの？サインいらんのか、別に。最近サインいらないんだ。ああ、そうなの？え、パキッた。サインなしな、え、めっちゃいいじゃん、便利。便利、ピンポーンってして、そこ置いといてくださいって言えばいいんか。で、配達員さんが去ってから受け取ればいいんか。それいいな、一回もしたことないけど。一回もしたことないけど。ピンポンつって、はーい、お待ちの間ないですか、はーい、サインピピピピで、ありがとうございますって、そう、へえ、置き配やったことない。でも置き配はね、なんかぶっちゃけ嫌なんですよ。だって住所書いてんのに玄関前に置かれるのちょっと困るから、その名前も書かれてるから。置き配はねちょっと無理、ピンポーンってなって、はーいってなって、はーいってなって、そこに置いていてくださいが一番良くない？でさ、配達さんがささーって帰られた時にガチョって開けて、よいしょって、良くない？それが良くない？でもそれしたことないけど。置き配もしたことないけど、いつもね、はーいって言って出てるよ。ありがとうございますってサイン書いて。そう、置き配はやらないんですよ。ちょっとね、受け取れないことが多かったり、結構帰ってくるの遅かったりするからさ、その間にずっとさ、置かれてんの嫌じゃない？個人情報垂れ流しにも程があるが。
待って、みんなが多分話してるさマンションっていうのは多分ちゃんとしたマンションなんじゃないちゃんとしたマンションじゃないじゃない、それは関係者以外入ってこれないからで、多分それはちゃんとしたマンションなんだと思うよ置き配が普通ですよって、普通って何？普通って何？いや、置き配はいいや。ちょっと危ないから。置き配がちょっと怖いんでね。最近はよく寝れてますか？だって、寝てる寝てる。寝てる寝てる寝てるよ、もちろん。爆睡爆睡。爆睡爆睡。夢にうなされてることはないんだけどね。なんかせかされてるんだね、夢に。いい夢の報告？いい夢ってか夢見ないことがいいんじゃないの？夢見てるってこと眠り浅いからさ、見ないことがいいことなんじゃないですかね。どうなんだろう、分からん。睡眠的には一番それがいいことだと。なんか夢、例えば夢でまあなんか推しに会えたとか、なんか旅行に行けたとかはいい夢かもしれん。まあでも眠り的に言ったら浅いからちょっといいか悪いか微妙なんですけど。そうそうそう。なんか夢ね、最近あんまりいい夢見てないな。最近はいい夢見てない。朝の夢になるかもって、朝の夢になられたら困るんだけど困るんだけど。爆睡できるのいいじゃん。もうベッド入ったらスッて寝て、アラーム鳴ったらパッて起きるのが一番いいと思うよ。なんか無駄にアラーム鳴ってわーってなって、あ夢に入ってアラーム鳴って一番嫌だ一番嫌じゃないそれね、一番嫌だよね。そう、なんかあれ、しかも夢でさ疲れるのマジで一番嫌なんだけど。
夢で疲れるの一番嫌じゃない、みたいな、今から一日が始まるというのに、言うのに、なんで夢の中でもってなる疲れるわって、朝から疲れるわ夢でってなるな。自分が他人の夢で何をしてたとか、あ、気になることありますか？え、全然気にならない全く気にならない、別に人の夢とか、いや、はーいって感じ。え、気になる？全然気にならないんだけど。へーってへーじゃない、だってそうなんだって感じじゃない。仕事の夢見てまた仕事に行くとか2倍疲れる、いや、それな、マジでマジでするな。僕はオールしてゲームなんとかしてお母さんに怒られるのが僕の一日。オールしてゲームどういうこと？オールでゲームしてるってこと？それはやばいね、それはやばいね。オールでゲームは無理だな、自分ちょっと持たない、そんなゲーム長時間できない、できんのすごいね、ちょっと無理だわ。私の夢気になります？あ、ほんと。でもよくね、夢で覚えてたらね、結構メールに書いてんだけどね、うち。今日はこういう夢を見ました、あとは忘れましたみたいな、そうそう、よく書いてるよ、うち。アニメの世界に入った夢とか見ないの？だって。へえ、いや、見るときもあるけど、見るときもあるけど、あんま覚えてないことの方が多いな、そういうのって。いい夢書いてくれないから、いい夢書いてくれないっていうか、ぶっちゃけそのいい夢見てるときとか覚えてないからね覚えてるときしか書けないよ、それはもちろん。こういう夢見たよって覚えてたら、それいい夢も書くけど、覚えてないし、夢見たこと、そもそも覚えてないことはちょっと書けないので、書かないですね。あとね、夢を見ないことが一番マジで何よりも一番いいこと、本当にそれが一番幸せだと本当に思う。夢見ずにもうスッと寝れるのが一番そうなんですよ。夜中に一回目が覚める、そんな最悪なことはある
最悪じゃん、夜中に1回目が覚めるの。やだね。1回も起きたくないんだけど、普通に。初オンラインお墓セッション、オンラインお話、あ、違う、間違えた。初のオンラインアクセス券取れましたって。ありがとう、嬉しい、お待ちしております。いつなんだろう。いつの券を取ってくださったんですかね。ありがとうございます。よし、吉川愛さんのドラマ見てたらゆなさんにも言ってきた。私めっちゃ言われるんだよね、吉川愛さんに似てるって。ドラマ見てた、何のやったらあれかな、私は明日は私は誰かの彼女みたいな。違うっけ、出てるよね今吉川愛さん。それかな、あ、それめっちゃ似てるって言われる、メンバーにも。メンバーにも似てるってよく言われる。俺ピーマン、ありがとう。そんな可愛くないですよって言って。そう、まあ髪型ね、確かに。でもそのドラマの吉川愛さんはあんまり似てない気するけどな、うちに。あんま似てない気がする。分かんない、雰囲気がちょっと違うからかな、役的に。どうなんだろう、分かんない。分かんない。9時だね、早い。かわいい、かわいい、あざす、あざす。そのバナナですけど、嬉しいね。うちマジで似てる人多すぎてさ。でも一番共感が得られるのは吉川愛さんだな。私ほんといろんな人に似てるってめっちゃ言われてんの昔から。でも一番共感を得られたのは、そう、でもね、なんか雰囲気だからね、ちゃんとは似てない。なんかもうちょっと吉川愛さんの方がもっと縦が短いクッって感じ。伝わるかな、なんかね、もうちょっと縦が短い、こ
ここは短い。どっちかっていうと 丸顔だよね。面長ではない。顔は確かに、うちも面長ではないからこんな感じ。これかじゃない、丸丸ちっこいって。え、そんなことないそんなことないそんなことあると思うんだけど。わからない、わからないよいや、わからないよ。そうじゃないの かしらって、そうじゃないのかしらってお話でございます。うん、手が冷たい、手が冷たいとか言う。なあなあ、吉川愛さんの方がもっとさ、ここ短いよな。ここからここまでもっと、うんって感じじゃない？うん、それってこの前言おったやんうそん。どれが似とるかなって。そういや、うちめっちゃ似てるってことではないのよ多分。雰囲気、角度によってはめっちゃ似とるよ。写真によってちょっと違うけど。確かにな、一緒やったらやばいからな。割とこんなん似とるよ。あ、湯浅さんが載せとったらめっちゃ似とるよな。あ、なんか斜めのグラビアのやつやろ。え、違う。え、なんでのグラビアの時じゃなかったっけ。いや、その写真ではない、使ってたのは。でもそのゆえなが、グラビアや、あの茶色い水着着た時の写真と湯浅さんが載せてくれとった写真はめっちゃ似とった。でも湯浅さんが載せてくれとったのは違う写真やったけど、あれは確かに似てたね、雰囲気、雰囲気の話やけど。いやー、吉川愛さんのファンの人にぶん殴られるわ。すみません、すみません、似てるとか言っちゃうって。すみません、二人とも眼力強そう。まあマジありがとう。今日は弱めでお送りしたいと思いますえ、で結局どうだったん結果。そうでもないんで終わり。え、でも輪郭も似てない。まあ面長ではないよな、うん、確かにそれはそう。丸に近いっちゃ丸に近いもんな。姉ちゃんも、いや姉ちゃんも丸いからな。姉ちゃんは四角かも。でも姉ちゃんはちょっとないかも。あー確かに確かに、こういう感じ。こねるのここなくした感じ。あー分かる。もうちょっとまっすぐに、ここがな、ね、やばい。もう1時間最近持たないんだけど。ありえない 100% なのに本当に、うん、やーになっちゃうわー。今日もさ、なんだい。今日のねすごい美人。あ、本当？嬉しい。やったー。違う、前髪開けてるからよ絶対それ。姉ちゃんさ、よりよな、なんか、うん、あ、この角、あ、斜め45度、明日、あ、いいよ、いいよ、前もだ、ブスーって、なんでこんなブサイっていっつも言ってんね。え、マジで、でもさ、思うよな、確かにって言ってたもん違う、前がブスなんじゃなくて、斜めが一番綺麗に見えるっていうだけ。あ、そう、いや、そう、ファンの人にも言われるよ、なんか、その角度、いいね、つって。で私、あ、じゃあずっとこれで喋れますねって言ったら、これさすがにそれは大丈夫ですって言われた。あいつそれで目だけ上げてめっちゃ怖いよ怖いやろ姉ちゃんがそれしたらマジで眼力飛ばしてるだけやん。怖い怖い。ねえ、そうでしょうそうでしょう、そうなんですよ。あたす
や分からん、お姉ちゃんにはどのお姉ちゃんを抑えてるか分からん、見えんから今日はね、可愛い系に見える。まあね、うん、なんかさ、いやなんかパッツンの方がさ幼く見えるかなと思ったけどさ、なんか物によってはさ分けとる方が幼く見えるんやけど、うん、気のせい？そんなことない。可愛い。てか懐かしいわこの感じ、この前髪の感じ。あ、ちょっと横向いちゃったよ。あ、すいません。前向いた時にほら、あ、横向いちゃったほらって言われたら見くる見るしかないやん。どうしろと言うんよ、お姉ちゃんに。ひとりこったんだよ。向かんのかい、向くんかと思ったかなそう、昔は前髪分けてたんですよ、ほんとアイドル前髪。クリンクリンクリン、あの逆やけどな、分け方、分け目はこっちなんですけど、ちょっと今日逆です。前髪のくせ毛的にこちらに向きましたので、こちらに向かせていただきました。じゃあね、1時間、まあ、今日はね夜にしても早いから、まあでも実はね明日のねお稽古、明日もお稽古あるんですよ。で明日もね、明日はね、配信がね何時からかっていうと、まあ分かんないんですけど、何時から、まあ、だいたい稽古が終わって、またすらまで9時前とかにね帰ってくるので、まあ、9時前ぐらいに帰ってくるので、まあ9時前ぐらいに配信しようかなと思います。明日も一日お稽古です。でもねぶっちゃけね、ずっと代役なんですよ明日はで、最後の最後、最後の1時間に2時間ぐらいかなが翻訳なんで、そう明日ね、あの前半はね代役で休んでね、まあ、ぶっちゃけ翻訳は明日なんで1個しかないですけど。でもね、そのね台本をね覚えなきゃいけないの、マジで一向に覚えろよっていうぐらいマジで覚えられんね。珍しく我が妹に相手してもらってるんですよ。今まで舞台で一回も相手してもらったことないんですけど、ちょっとね、あの掛け合いがねどうしても覚えられなくて、順番をなんか常に全然違うこと言ってんあ、飛ばした飛ばした、ホームページぐらい飛ばしてますけどってよく言われるんやけど、そうだからちょっと相手してもらって頑張って覚えます。さすがにマジで明日覚えていかないとやばい、やばいよ、頑張ろうっと。やっぱね一人だとね対話って難しいわ、どうしても。だって一人はちょっと難しい。まあでもぶっちゃけ相手のセリフも覚えてないと、あの返しはできないんですけど、なんか結局ね相手のセリフもある程度覚えないと意味がないんで、結局全部覚えることになるんですけど、とりまえずね、とりまえず自分のねと覚えましょうね。イエス。じゃあちょっとちょびっとだけ昨日のチーム4のサムネイル公演。ちゃんちゃ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 ん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 近くて遠いね、好きだ好きだ好きだここで、間違えた2番だったわ、大声で叫んだ好きだ、ゲッチュゲッチュ君だけをゲッチュゲッチュ追いかけて、知らないふりのハートを捕まえたい、ゲッチャーゲッチャー僕だけのゲッチャーゲッチャーカメラ、待って家で歌うと歌ってしまった家こうやってふざけてるから、欲しい、チャン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 チャチャチャン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 チャチャチャン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 、移動します、はい、なんとかしゃん全然しゃん、少しだけあれば思いは届くのかな、気づかれなくても叶わないなんて臆病ないわけ、好きだ好きだ好きだ
ここで言わなければ後悔をするだろう。 Miss you, miss you ちょっとだけ Miss you, miss you 待ってくるに溢れる声を聞いて Miss you, miss you 5秒だけ Miss you, miss you 待って、振り向いてだった、間違えた、すべてだ、奇跡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 をくれふはい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 、じゃん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 じゃれれんじゃれれれんじゃじゃん、ワンチャンスワンチャンス、まあいいワンチャンスワンチャンス、夢でもワンチャンスワンチャンス、好きでいた出会えて幸せ、トゥ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 、はい、ゲッチューゲッチュー君だけを、ゲッチューゲッチュー追いかけて、知らないふりのハートを捕まえたい、ゲッチューゲッチュー僕だけの、ゲッチューゲッチュー君でいて他に何もいらない、愛が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 欲しい、はい、ちゃっ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 ちゃちょっと間違えたわ、全然違うわある日気づいた現実は僕は若くないってこと、構えて拗ねてても人生を無駄にするだけ、窓ガラス石を投げたって人も社会も変わらなかった、無力な自分に腹立つ、青臭いロックの負けた、 Hey! あんなに叫び続けて戦った、情熱はどこに消えた、ジャッジャッ、可愛くのせいか知らけてしまった、僕はいつの間にか大人になってた、じゃ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 ん、そうするって学んだ、苗を抜かれて虚勢され従った方が楽だよ、ま、全然違うわ、なんだっけ、間違ってはいないよ、信じてたものは愚かなりそうさ、はい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 、ちょっと歌の品だったじゃんじゃん、はいはい、いつの間にか大人になってた、じゃ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 、勝てねえ金ねえさな夢もねねえねえで諦めて後悔ねえか、まだまだまだもっとやれんじゃね、ドゥワンツースリーフォー、じゃん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 、負け犬の遠吠えでいいんだ、きっと誰かが聞いてくれてる、何より自分が歌いたくなった、じゃーん、これベースのとこ今でも声は出るはず、光はこの胸にくすぶってる、じゃじゃん、成果なぜかあの頃よりもストレートにぶつけたくなる、青臭いロックの負けだ、 Hey! 君
続けて戦った情熱はどこに消えた。じゃんじゃん正解、はい、しらけてしまった僕はいつの間にか未来の自分ロックしてるか。青草チュ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 、はい、チュ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 、はい、じゃん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 、間違えたよ。チュチュチュチャン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 、チュチュチュチャンチャンチャン、間違えた。来たよ、ランナーズハイ。ちょっとランナーズハイはね、曲知らないからね、ちょっと、あ、歌えないんだよね。ごめん。歌えないんだよね。すいませんね。突然走りたくなるのに、目の前の誰かが好きになってしまうことってあるよね。きっかけが何だったかな、なね、思い出せないくらい。思想中なな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 あなたと呆れて、その先の展開を勝手に予想をするギャリアリ。恋を見れるようにする方が楽しい。あらあらドキドキ肩で息をして。あぶね、立ち位置見よったわ。うちマーカーしてるから何番ってかバレちゃう。やがてよくなるランナーズハイ。ランナーズハイは歌難しいねんな、意外に音程が細かくて。じゃん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 、はい。じゃあ歌うのやめた。ジュリーン、これはちょっとね、まだ練習しないとね、ちゃんと歌えない。スノーペ手を振るだけじゃなく、さあみんな走れ、じゃん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 、わー。恋は見た目より、あ、あ、間違えた。ハラハラドキドキ肩で息をして、何もしないより汗かいた方がいい、やがてよくなる。ランナーズハイ、ヘイヘイヘイ、エンドに、間違えた。スノーイーさん参加してみよう。これでオープニングラストだもんね。これ終わったら終わりだ。タラッタッタン。あ、嘘だった。唇に Be My Baby があったわ。それ終わったら最後にしよう。セリフ覚えなきゃ。やばいわ。でも4のね、復讐だもんの。いつ出てもいいもんね。トゥン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 トゥ
しいよさあ唇に Be my baby ズンちゃん胸なのか布かば曲がりオンタイムでバスが近づくスローモーションでガードレールに腰掛け二人スマホを聞いていた若いて順番に蹴ってあのニョ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 しか言ってない君の腕引き寄せキスをしよう そこね、歌ったの歌われバレちゃうんだよねさあ夢に見た Be my babyじゅんちゃん移動するはい謎色の席に座り僕たちは外を眺めるさっきの甘い感触何度も思い出すバスが揺れた勢いで君へ傾いたからだを立て直す瞬間僕の顔わからんいたずらっぽくキスをされた僕も大好きだけどずっとでもよくここまで来ると絶対しんどいよなななんて君からの Be my baby じゅんちゃんはいちゃ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 いやダメダメちゃ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 いやダメダメそんなあるちゃ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 え本当にやってんだよあうんまあまあまあいいんじゃないでも私を見ててちゃーんおーもう大好きだけどこの全然大好きなのに私もうイメージしようさあ唇でこの人可愛いよね。この人可愛くない？な。キスアンドキス僕の右肩。キスアンドキス君のイヤホン。キスアンドキス二人にとって究極の。ここ可愛いよね。ラブソングカモリー。いいよね。ずっちゃんちゃちゃちゃんずっちゃんちゃちゃちゃんずっちゃんちゃちゃちゃんずっちゃんじゃんじゃん1,2,3,4,5,6,7,8,9もやらんけどな9って言っちゃったけど9もやりませんいいですね早くやりたいですね早くやりたい最近の私の BGM はサムネイル公演の曲でも聞き流しやから全然歌詞覚えられへんくてやべえって感じその聞き流しで聞いてるんですよあの稽古に行く道中でね最近はもうサムネイル公演の曲を聞いてるんですけどまあね聞き流しなんでねさあ皆さん私は誰と同ポジなのかそれは皆さんの妄想で当ててみてください
ではでは終了にしたいと思います。ランキング10歳春太郎さん、12位マーニャンさん、11位マックスエイトさん、10位ヤングさん、9位カズさん、8位近石さん、7位岡山さん、6位ワイモツさん、新しい壁車もごめんよだってありがとう。5位ナッティさん、4位マカオのリュウさん、3位キリアさん、前髪分けてるのめっちゃ可愛いねだってありがとう。2位フフーさん、そして今日の第一位はメトープルさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけでまた明日はね、今日より多分遅いですね。うん、確実に遅いですね。今日何時からしたんか知らんけど8時半。あー8時半ぐらいか、もうちょい遅いかなぐらいですね。ちょっとわかんない、結構終わってお家帰ってき次第配信するっていう感じなので、ちょっとぶっちゃけ明日の配信時間はわかんないです。でもまあそれぐらいですね、今日ぐらいな感じの夜の音だって思っていただけたら嬉しいなと思います。明日も結構帰ってきてるから配信しますので、よかったら見てください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。ではまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。